はい、キャンプやってますか？ヒュージャック代表の佐藤です。今日はですね、お知らせがございます。この度ヒュージャックといたしまして、なんと地上波に出演することになりました。まあ、実を言うと、ヒュージャックとして地上波に出るというのは初めてのことではございません。前回ですね、去年か一昨年ぐらいだったかな、うちキャンプ場開拓ということで、今私千葉県の睦沢町ヒュージャックさぬきファクトリーの方にいるんですが、すぐここから5分ぐらいの場所に自社で運営しているキャンプ場があるんですけれども、このキャンプ場で、ヤギを飼っておりまして、このヤギが YouTube で除草活動を行っている様子ですね、これが地上波に実は取り上げられたことがあるんですよ。ニュース番組かなんかで確か取り上げられたことがありまして、これが事実上初めてのヒュージャックが地上波に取り上げられた事例ということになってくるんですけれども、今回はヤギではございません。何が出演したのかと言いますと、弊社が運営しております直営店ですね、千葉県茂原市にございますヒュージャックキャンプストア&カフェ茂原店、こちらがですね、地上波の番組に取り上げられましたので、今日はその告知といいますか、実際の放送日決まりましたのでお知らせしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。はい、そんなわけで、ヒュージャック最近いろいろと活動を行っておりまして、直近だと直営店を出店したりですね、茂原店と千葉総合店、出店したり、今私がいるここですね、内製化を行うための新工場を建てたりですね、いろいろな活動を行っているわけなんですが、今回はそのうちの一つ、ヒュージャックキャンプスト&カフェ茂原店が地上波に取り上げられましたということで、じゃあどの番組に実際取り上げられたのかと言いますと、こちらは地方局になりまして、我らが千葉県千葉テレビさんにですね、今回番組を取り上げていただきました。番組名がオリオンツアープレゼンツのガレッジセールさんがやっている降りたらどこ旅っていうね、千葉テレビのテレビ番組になっております。放送時間帯が毎週土曜日の22時45分から23時っていう15分枠の番組ですね。ガレッジセールといえばゴリさんと川田さんがコンビを組んでいる芸人さんになるんですけれども、今回はなんとこのガレッジセールさんがうちのお店に来て、うちのテントの中でですね、ホットサンドを食べたりとか、いろいろキャンプ道具について語ったりというような趣旨の内容になっております。そして放送日なんですが、本日でございます。2023年7月22日の22時45分から茂原の旅前編ということで、今回番組の中ではうちだけじゃなくて、実際千葉県茂原市内ですねの、他の事業者さんも合わせた形で茂原市を紹介すると PR するというような趣旨になっているのかなというふうに思いまして、そのうちの一つが、うちのお店が入っているよということになっております。今、この辺にちょっと番組のホームページをちょっと抜いて貼っておきたいなというふうに思いますので、こちらね、ご覧いただきたいなというふうに思うんですけれども、ちょうどここでご紹介いただいておりますね。ヒュージャックキャンプストア&カフェ茂原店では、キャンプ気分を味わいながらキャンプ飯のホットサンドを食す、今週もガレッジセールのゆるり旅をお届けしますということで、こんな感じでちょっと番組の方でご紹介いただいているという形になっております。私もまだ編集された後の動画とかに関しては、見ておらず、皆さんと同じく、オンエアで拝見する予定というような形になっております。事前にテロップの構成だけ少しやってくださいということでお願いされてたんですけど、それだけやって、あと本番の映像に関しては私もまだ見ていないという形なので、どんな感じで紹介されるのかというのが非常に楽しみではあります。今日は動画の中でちょっとだけ、裏話をしながら、ぜひ皆さんにこの番組をですね、ご覧いただきたいなというふうに思うんですが、ただ千葉テレビさん、やはり地方局でございますので、千葉県の方か、もしくは千葉県周辺で千葉テレビを受信できる地域の方しかご覧いただけないというのがね、たまに傷でございます。一応 BS 吉本の方での配信もされるということだったので、 BS ご契約されている方はですね、ぜひそちらの方も、ご確認いただければ、ご覧いただくことできると思うんですが、どっかで見逃し配信とか、もしかしたら今だったら TVer とかそういうのでやってたりとかするんですかね、ちょっとわかりませんけれども、一応ちょっと地上波であるので見れる地域が限られてしまうというところだけは何卒ご了承いただきたいなというふうに思うんですが、今回ねお店に来て実際
来たのが1ヶ月ぐらい前だったと思うんですよ。収録してたのが1ヶ月ぐらい前で、収録時間としては1時間弱ぐらい、1時間ちょっとかな、はい、そのぐらい収録実際にして、ガレッジセールさんがお店に来てですね、いろいろ道具の紹介とかお店の紹介とかなんやらかんやらっていうのをやって、それで後半に、ホットサンドをテントの中で、食していただいてといった感じの流れで今回ね撮影を行いました。で、記念写真を撮ったりとかですね、はい、今こんな感じで記念写真とかも最後撮っていただいたり、サインをいただいたりとかですね、しまして、今お店の方には降りたらどこ旅のですね、こうフレームをちょっと作って店頭レジの方でですね、ご紹介させていただいているといった形になっております。非常にガレッジセールの2人気さくで話しやすい方でですね、私も今年齢が30歳になりますけれども、以前からガレッジセールさんのテレビでのご活躍とかに関しては、知っておりましたので、まさか自分の仕事の範囲の中でですね、お会いすることができるというのはちょっと想像しておりませんでした。実際のところ収録時間1時間弱あったんですけれども、映像として使われる尺というのは、番組自体が15分尺の番組なので、せいぜい3分から5分ぐらいかなっていうふうにちょっとイメージはしているんですけれども、どのぐらいの尺が有尺で使われているのかというのはね、非常に楽しみなところでございます。当日ね伺ったお話だと、茂原市内の、アトリエさんとか、あとはそれ以外にも酒造さん、酒蔵ですね、酒蔵の方に行ったりとかっていう予定がいろいろ組まれていたようなので、今回茂原の旅前編ということなので、前編と後編分かれてるということなので、もしかするとそこそこの尺があるのかもしれないですけれども、それはちょっと実際に映像を見てみないことには分かりませんので、ちょっとね期待しながら私も皆さんと一緒に映像をですね、見てみたいなというふうに思います。そんなわけでユージャック事実上の地上波出演をこの度果たすことになったわけなんですけれども、実は今ユージャックとしていろいろなこう PR の活動に力を入れているということもありまして、最近広報部署とかっていうところの立ち上げも行いました。なので今後ユージャックとしてはそのメディア向け対応、プレスリリースとかですね、そういったところも積極的に情報発信を行っていって、今ユージャックが行っている活動ですね、直営店とかお店とかもそうなんですけれども、これからユージャックが行おうとしている、内製化の事業だったり、かっこつけて言うと地方創生とかですね、現在日本が抱えているさまざまな社会問題を、キャンプの力を使って我々メーカーとしてですね課題解決を行っていこうといった趣旨になってくるかと思いますので、今回の地上波出演をきっかけとしてまたさまざまなメディアさんに、取り上げていただくケースも出てくるかと思います。またもし万が一この動画を今ご覧いただいているメディア関係の方いらっしゃいましたら、ぜひユージャックの方にコンタクトいただきたいなというふうに思います。ユージャックの事業内容として、例えばオンラインキャンプサロンとかですね、 YouTube とかですね、地方創生内製化事業、キャンプカフェとかですね、そういったいろんなキーワードでまだ世の中にないメディアの方が取り上げられやすいコンテンツ、そしてバズりやすいコンテンツっていったものを豊富に持っている会社になっておりますので、何か取材してみたいなっていうふうに思ったら、お気軽にですねお問い合わせいただきたいなというふうに思います。はい、そんなわけで本日の動画はついに地上波にユージャック出演を果たすことができましたという内容になります。今後も千葉県のキャンプ用品メーカーとして一生懸命頑張っていきたいなというふうに思いますので、皆様引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その後から通知設定もオンにしておいてください。あとはさまして、こちらですね、ほい、ツイッター、インスタグラム、ユージャックの公式 LINE やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。はい、今日は比較的外も涼しくて非常に過ごしやすいですね。朝から今事務所設置工事の立ち会いをちょっとやっているところなんですけれども、そっか、今日の動画は今日撮っての今日の夜出しなんで、すぐ撮って出しの体制なんですね。ぜひ今日の放送ですね、22時15分から15分の千葉テレビさん降りたらガレッジセールの降りたらどこ旅見てみてください。よろしくお願いします。